エラスターゼの結晶エラスターゼは、タンパク質を分解するプロテアーゼの分類の一つで、ある。人には八つのエラスターゼの遺伝子が存在する。緑の菌のような細菌もエラスターゼを生産するが、毒性の要因になっていると考えられている。エラスターゼは、コラーゲンと共に結合組織の機械特性を決定している男性繊維のエラスチンを分解する。高中級の形で、 大腸菌や、その他のグラム陰性菌のアウターメンブレンプロテイン、A を分解する。またペプチド結合を切断することで、セキリ菌の毒性も分解する。C マッタンガ側のグルシン、アラニン、バリン等の小さな素水的アミノ酸の位置が切断される。それ以外の詳しい機構については、セリンプロテアーゼを参照のこと。急性期タンパク質の α1、アンチトリプシンは、 エラスターゼやトリプシンの活性部位にほぼ不可逆的に結合することでエラスターゼの働きを阻害する。A1AT は通常は肝臓から血清に分泌される。α1 ア,アンチトリプシン血損症ではエラスターゼによるエラスチンの分解が阻害されず排気主等を引き起こす。周期性高中級減少症は珍しい病気で高中級の数が21日ごとに増減する。 常染色体有性遺伝病である。高中級が減少する期間は、患者は感染に弱い。1999年に、この病気は、エラマイナスに、オレイン遺伝子の異常と関連があることが発見された。また、エラマイナスに遺伝子の変異でも、この病気が起こることが分かっている。抗体の存在下で、高中級のエラスターゼが水泡を形成し、類点暴走を引き起こす。 エラスターゼは密着結合を分裂させ、サイトカインやアルファプロテーナーゼ素外剤を分解し、免疫グロブリン A 及び免疫グロブリン G を切断し、また補体を構成する C3 倍や食作用に関わる別の補体の受容体 CR1 も切断する。イガ、イグ、C3 倍、CR1 の切断によって、高中級が食作用によって、 細菌を殺す能力が減少する。また、これらの因子は人の病状にも関わっている。ありがとうございます。